こんにちは、スプレアというのぐれちゃんと梅ちゃんです。今日は梅先生、またですか？またですよ。またですか？なんかいいなってコメントがいいからさ。なんてコメントくるの？なんかすごいね、素晴らしいとかさ。いいから、いいから傭兵はまた教えてください。傭兵先生、今回は星の作り方、こういうことね。あーやめて、見えないよそれ。見えるよ、ほら。見えない、それはやっぱり心が汚いから。そんな星、うん、ほらほら見えた、ほらほら見えた、出てくるよ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 、出てきた。こういうこと？違う。あ、これに星ね。はい、じゃあこうね。はい、1、2、3、4、ちょん。星。すごい。星の作り方。そんな簡単にね、そうそうそう、できるのはすごい。もう一個が垂らして。どう？うん、まあまあ綺麗、まあまあ綺麗、まあまあ。これで大きいバージョンできないでしょ。これで大きいバージョンは、ただここに、うん、ここにこうやってちょん。おお。できるじゃん。ちょん。ちょん。うん。まあまあね、まあまあ、はい、まあ、白をここにやって、うん、ああそれも星だよね。でも星ね、ここを星ね、うん、簡単でしょ。簡単だね。簡単でしょ。1、2、3、4、ちょんで、で今度はね、うん、これを2本、2本、また違う。いやーすごい、また違うでしょ。そして先生、うん、流れ星だって。あ、そっか、流れ星も星だね。そうだよね。あ、流れ星はやっぱ紙がありますね、うん、曲げます。 OK、うん、こうなります。で、ここで、ここ見えるかな、こうほら流れ星の形になってるし、上から見ると、うん、で、ここでわで、これやりすぎるとどうなるかっていうと垂れてっちゃうから、まだ大丈夫。質問です、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、うん、もっとやる場合、もっとやる場合、うん、綺麗になるのかダメになるのか。あ、知ってる？分かんない、やったことありません。じゃあ分からないことにはやってみよう。分かりますよ。何個までいけるか、うん、1、2、3、4、5、6、ここが10か。おお、変だね。まあ、じゃあキャンバスに1枚なんか書いていこうか。オッケー。紙に書く？キャンバスに書く？キャンバスに書く。キャンバスに書く。じゃあ行きます。じゃあみんなね、ベロちゃんが進撃の巨人好きなのは知ってるから、2番目に好きなアニメは？2番目好きなアニメ？うん。え？うん。なんかない。え？ないよ。選べよ。ないよ。1番は進撃の巨人ですが、2番は進撃の巨人ですが、2番は多分5番目は鋼の錬金術師。そう2番目はね、5番目が5番目2番目はないよ。
三番目もない。四番目もない。じゃあ、そのスペースは空いてる。あ、まだ開けてんの？そうそうそう、もし将来的にね。今好きなのか？今？うん、ルロニケンシン。が？ミニ？うん。じゃねえか。ミニがルロニケンシン。ルロニケンシン。うん。三番目は？三番目は？コードギア。コードギアス。うん。おお。多分知らないかな。知ってんじゃない？知ってる。なんで私鬼滅の刃入れてないよ。もう残念。やばい。鬼滅の刃もう超好き。もう忘れてるぐらいどうでもいいとこだね。違う、なんか確かになんか好きなアニメあったなって。1個目の星。じゃあ取りますよ。うんうん。いいですか？はい。おー。はーい。おー。わー、あ、これ綺麗だね。で、もう1個ピンク紫。すごい。はい。じゃあここ何色？宇宙の色。うわ、まあよくわかんないけど。やったー。ここに星。じゃあ2個のやつね。はい。流れ星だ、ここから。ここに1個ね。タン、もう少し。タン、2個。そしておしまい。完成です。たたーん。素晴らしい。たたたたーん。はい、っていうことで、はい、こんな感じになりましたね。星たち。やばいよ。綺麗だね。はい、もしなんか絵の題名とか、もし作ってくれる人がいたらコメント残してください。でこれも販売サイトに載せるんで、よかったら見てください。OK、うん、ということで。うん、ありがとうね。星の作り方をしてくれて。はい、どういたしまして。OK、じゃあこの動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもうよろしくお願いします。アディオス、アミーゴス。